42話を見ていこう。イエーイ、もう早見よ早見よ早見よ。どうもスケベジドリケ YouTuber のフリアです。さあ本日はついに来てしまいました、ドームスタジオさんのクロックマンシリーズ最終話でございます。もうみんなご存知の通り、こちらがまさかの20分超えちゅうことでね、多分ねドームさんめちゃくちゃ気合い入れて作った作品やと思います。はい、ということで早速見ていきたいやけど、今回ね実は42話に関しては私フルフル初の試みでございます。みんなで生配信をしながら同時視聴しようぜっていう企画をやったので、もう実はすでに見ております。なので今回この後載せる実況動画はライブ配信中の動画になっておりますので、まあそれも含めてお楽しみいただければと思います。今チャンネル登録者30万人目指してるので、スケビディトイレが好きな方はチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。ほな行こうか。フルフル公式スタンプ発売中、みんな買ってくれよな。おお、え、これはどこや。ジーマン、ジーマン、クローンジーマン。うわあ、すごい、シーペン、あ、カウンター叩いた。うわうやばいやばい、来たぞみんな、来たぞ来たぞ。ちょっとあんま騒がんようにするわ。うわうわうわ、すごい、やばい、マジでみんなと映画見てるみたい。うわ、そっか、え、このさ、キザ映像もあったもんな、今回。その映像も入ってんねやろな。うーわ、やばいって、タイタンペンシルーマン。え、うわー、すげえ。これは、どっち勝つんや。これはすごいぞ。いや、ほんまに映画やわ。頑張れ、頑張れ。うわおもろ。そのみんなと一緒に見てる、あ、これこのティザーにあったやつや、ここ。あ、片手もげてたね、片腕。うわ、どうなってんの、何それ。どうなってんの、迫力がやばすぎて。どうなってんの今。うわうおおおすげえ、 3D で見たいわ。うおおおお、ちょっと待って、パニックパニック。うわ、10やで、10出したで、ね、もう文房具超えてんで。うお、いや、やばばばばばやわ。そう、今回予告編もあったから、そう見たことあるとこもあんのよな。うーわ、やばすぎるやろ。え、やばいんちゃう。 You look different, Kidsy. 難しそうに見えるみたいな。え、なんか名前言ってた今。なんて言ってた今。日本語翻訳できひんのきつい。あ、シーペン、シーペン言った、シーペン。タイタンのパイロットって何？私の体は他のどこかにあるみたいな。あ、チーフな。信じることはできない。あなた無実の子供を倒したの、うん、今それを話すのは何やろ言ってた。名前で呼んでる、キャズィ、名前で呼んでんで。がっかりしちゃって、あ、彼は私の目的を理解してない。でもあなたは違うやろって、私たちは目的を共有できるやろ言ってるわ。まあなた、あ、だから私たちお互い理解し合ってるやって。なんか人間時代かよう分からんけど、なんかつながりやったんや、この二人。ほら、誰言うてるわ。うわー、何これ、え何それ、そんなん出せんの。うわー、うわ、ちぎったで、引きちぎったで。おーおお、すごい、スタンドやん。スタンド出してるようなもんやん、タイドリ先輩の。うわー、ああああああ、やばすぎる、スーパーサイヤ人。お
すげえ、トットムシがそれぞれの漫画の凄まじい技名やん。うわ、あ、あゆうち、うわー、かっけー、タイテル先輩来たで。大丈夫、これ変なこと言うてない？に、まあ、あなたが必要みたいなことかな。うわぁ、勝ったってことでいいの、ほんなら。この戦いは。え？何これ、何これ、え、これどうなったん。え、あ、これ、あ、アジト、あ、戻ってきたんや。はぁ、タイタンペンシルーマンは一旦帰還ってこと。頑張りすぎたってこと。私は、あ、まあ、リスクなしで生き残ることはできない。リスクについて話す？その危険性について話すってこと？おお。一回だからここで回復すんのかな？またんで戦場戻るんかな？これは。あ、あなた、まあ、シーペンの行動や振る舞いは私オープンドマイアイズってことや。まあもはやもう我々は戦わなあかん。え？マイディシジョン。これ分からん。分からん。なんて言ってんねや。あなたはアトム？アトム？核兵器？あなたは失いたくないっていうのは分かったわ。とりあえず、ま、シーペンの行動はもう、彼の間違いを、なんて言ってんの？あ、広告入った今、嘘。こっち入ってないな。あ、このシーンあったやつや。このシーンあったあった。910年、あとちょっとで1000人や。1000人行こう。これ、あ、ティザーであったやつ。ティザーであったシーン。うん。これが私たちができる全てですと。で、そう、スペシャルエージェントがこの後来るっていうのが、あの、クロックウーマン？ラージクロックウーマンのことかな。私はテレポートを使うことはできない？タイタンは、あ、テレビキューブな？あのキューブ。うん。カウンター。新しい計画は必要って言ってるわ。はあ。そろそろ。Well, I guess dying is a day worth living for. はい、これさっき言うとったやつやな。スティーブとスピーカーマンはついていると。あ、ペンシルマンの計画。ペンシルマンの計画は鍵握ってんねんで。うん、ちょっともう彼らの罠を。これは、あの、もう一回また、字幕つけてみなあかんな。怒ってる。めっちゃ怒ってる。怒ってんのだけは分かったわ。But we'll have to save that conversation for another day. There's going to be another day. なんて言ってんのこれ。そう、この同時視聴会、これだけがな、避けられへんな思っとってんやん。すべてのタイタンは、あ、すべてのタイタンは、ペンシル基地に移動しろやって。ペンシル基地で作戦会議ねんねや。はぁ、あ。あ、Let's get the bastard! Out of your shell! これあれや、ジーマンを引っ張り出すのだよ。シャープに、ぶち切れてたやん。ティザーでやったやつ。うわぁ！ G-Man アポカリプスのあそこから引っこ抜くために、ペンシルマンの基地に戻って、作戦とかを練り直すってことやな？っていうことみたい。はい、スティールドホールドバック。退屈や言うてるわ。ボーリング。ちょっとなるべく頑張って翻訳するわ。必死に翻訳するわ。多分作戦会議やと思う。うわ、あ、あ、そう、これ、こっから、まずな、まず、はい。私が見た未来にこんなのはなかったって言ってんの、これ。
だからシニスタータイタンが出てくるっていう未来は見えてなかったんやってことやんな。うわーすげえ、コンフィデンス。あなたは思う、え、クロックマン、すべてのクロックマンの力の源を。何言うてんねん何を言うてんねん。もはや頭回ってたで。あ、タイムライン01、チーフは彼の力を、チーフ、まあチーフは倒されたってことかな。そのパワー彼は奪った、私から力を奪った。え、全員死んだ、チーフも含めて。ちょっとあなたそれ、その意味は分かってるかって。あなたはクロックマンの力の源ではないって言ってた今。ほんの小さなピースでしかないと。彼はあなたのお父さんちょっとふざけてるやん。チーフは私の力を奪ったんやって。私はセカンド、時間をゆっくりにするって言った今。必死、これ読むのに必死よ今。イリュージョンを作った、全てのマルチバースに幻覚を作ったって言ってんのこれ。私の頭の中に何、全てのマルチバースのイメージを作ったみたいな。私は完璧な運命を選んだやって。ビクトリー、私は勝利するための確実な道を選んだってことやってるかな。だからもうここにいる時点で、私はもうこの世界にいる時点で私は負けへんみたいな。うわうわうわ、なに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 、うわ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 高速移動やばい、うわあうわ、始まるぞこれ、戦いが始まる。罠とか打ち負かす。結局私はインビジブル。え？全部の異なる運命を見た未来のタイムラインの中で、なんかいろんな未来を見たけど、あ、ストップホールディングバック。え、わからんわからん、助けてくれ誰か。オーダー、何、うわやばいって、何これ、うわエッグ、エッグ、えちょっと規模が違いすぎる。戦いの規模が、えぐいイリュージョン。え、あなたのトランプカード、やばいな、ちょっともうついていかれへんって、レベル違いすぎるって。遊びは終わりや、え、プレイタイムイズオーバー、何が起きた、え、やばいんちゃん、あれ能力使われへん、なんで能力奪われた、え、何これ、え、な、何それ、何千年もの間私はあらゆる可能性を、何やらかんやらって書いてる、何千もの間私はいろんなタイム、あ、いろんなタイムラインを見た、私は一つリスクが必要、私の手でこの剣を使う、なんかこの剣を持てば完璧な、またオーダー、
グラビティリバースやってあ、重力ね、重力ね、なんなんそれ、重力も操り始めてんの。あなたは挑戦続けて、そしてその度に敗北するやって。 あなたの行動は私の勝利を引き起こすだけや言ってるわ。なんでかわかるか、どのようにし、もう絶望的やんか、こんなもん。何回も戦挑んできても意味ないってことやな。希望の光を最後に見た。ソウルシャタリングトゥルース。いや、えぐいって。あなたは自分を犠牲にするだろうやって。勝利のために自分を犠牲にするって。新しい世界、あなたがいない世界でマルチバースが始まる。完璧なドミニオンを始めるだろう。タイクロ先輩が犠牲になる未来は決まってるってこと。もし未来を変えれるなら、変えれるなら変えてみろってことやな。お、何？タイムストライクやって。え、おお、どこに、え、どこに行ったん、どこ行ったん、え、え、なんかヤバそうな予感する今の。あ、出た出た出た、このこれや、出た。E3 やって。Do you copy? What is it, Aiza? Aiza? The battle of fate for the multiverse has begun. What's that supposed to mean? マルチバースの運命？ Isn't that obvious? Obvious? So please stop playing games and be more specific. ゲームを。Sinister is free. シニスタータイタンは自由や。You didn't have to ruin my line. On my way. 私の、あ、別のマルチバースってことこれ。You're welcome. どこの話やこれ。難しいですねー、ちょっとむ難しいですねー。この世界から出ていったってことでいいんかな、ってことかな、ってことかな。だからもうこの世界に危害を加えへんようにしたってことかな。まあまあちょっとここはまたあれやん、字幕ありきで見なあかんわ。はい、でで次よ、もう、場面展開が目まぐるしい。これかっこ、ここは言葉ないでしょ。もう純粋に楽しめるでしょ。これは。うわ、すごいよ。あ、ジーマンアポカリプス来た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 、いよいよや、いよいよや、ジーマンアポカリプス。そっか、タイクロ先輩はまた別のマルチバース行くってことかな。いや、これやばいな、かっこええな。くわー、うわ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 、えぐい、すごすぎなこんなんさ、もし映画化、まあ最後されるやん、これ以上の映像になるってことやろ。映画館で失神するで、きたー、ジーマンアポカリプス中入って、え、どう、おーおーおお、すごすぎるやろ。この乗り物めっちゃかっこええめっちゃかっこええ、あーあー、うわ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 、あ、来た、ペンシルチーム、ペンシルチーム、おお、なんか ステルスモードみたいなの使ってる、うー、おお、あ、出た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 、なんなんこれなんでこんなん使えんの、あ、サプライズやって、めっちゃかっこいい、やばすぎる、めっちゃかっこいい、やば、見たこれ今、えぐいって、音楽も最高すぎる、なんか泣きそうやねんけどうわ、
中入っていくんや。あ、くー、おいおいおい、なんやねんこれ。ルカ、え、あ、これさっきのやつ。そんなんできんの？何それ？うーわ、すごい、おもろすぎる！これはおもろすぎるって！待ってくれよ！うーわ、これはすごい。あ、制御ウォッチが終わりか。うわ、終わり、やっべー、ちょっと最後エグかったな。あ、広告こんなん見たことない。あーすごいすごいすごい、見たことない広告やで。おお、これドムさんが使ってるってことやんな、多分な。え、かわいい、これフィギュア買ったで、みんな。これこのフィギュア買ったで、ちなみに。はあ、はあ、すごい、すごい、すごい、最高すぎる。ということで、いかがでしたでしょうか。いやー、もう20分エグすぎるて。ねえね、今回同時視聴っていうスタイル撮ったんやけど、やっぱもう20分もの長尺になるとみんな一緒に見てるぐらいがほんまに、なんやろ、こうわちゃわちゃできて楽しいね。いろいろね、みんなからのコメントも見ながら実況させていただきましたけれども、いやー、ちょっとこれ次43はどうなっていくのって感じやね。はい、ってことで、ちょっとこれあまりにも動画が長いので、一旦実況動画に関してはこれで動画終わらして、また後日解説パートみたいなのも作っていきたいと思いますので、最後まで見てくださった皆様、ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ほーら！チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。Thank you!